医師サイトの場合、会員登録の方法を簡略化することが非常に重要です。簡略化することで流入してきたユーザーの会員登録率が向上します。今回は世界最多のユーザーを保有する Facebook との連携を通じて、日本のみならず海外のお客様からのアクセスも簡単にするログイン連携の設定方法についてご説明いたします。Facebook ログイン連携のためには、まずセキュリティ接続 SSL の設定が必要です。SSL を適用する前の実サイトのアドレスバーを見ると、保護されていない通信という警告が表示されています。SSL 設定のためには、はじめにカペニジョン管理画面から、ショップ管理、基本情報設定、ドメイン設定をクリックします。画面にあるショップにドメインを適用のドメイン接続ボタンを押します。ポップアップにドメインを入力し、接続するボタンをクリックします。先ほど登録したドメインの SSL 証明書が待機中になっていますが、ドメインを選択し、メインドメインとして設定ボタンをクリックすると、SSL 実装完了になります。他社の場合、SSL 証明書の発行には費用が発生しますが、カペニジョンでは無料で提供しているためお得です。それでは医師サイトで確認してみましょう。アドレスバーにあるドメインの前に HTTPS を追加すると警告表示がなくなりました。これで SSL 設定は完了しました。はじめに Facebook for Developers サイトにアクセスします。メインメニューのログインをクリックし、Facebook アカウントでログインします。メイン画面に戻ると、右上にマイアプリメニューが表示されます。こちらをクリックします。次のページで、アプリを作成ボタンをクリックし、ポップアップで、アプリに必要な機能を選択して、次へボタンを押します。アプリを作成ページで、アプリ表示名を入力。アプリの目的を選択し、アプリを作成ボタンをクリックします。Facebook ログインアプリを使用するため、左メニューの設定、ベーシックをクリックします。Facebook ログインを使用したいショップのドメインをアプリドメインに入力します。プライバシーポリシーの URL にはプライバシーポリシーの内容が表示されているショップページのアドレスを入力します。利用
規約の URL にはサービス規約内容が表示されているショップページのアドレスを入力します。次はカテゴリ選択項目の中からショッピングを選択します。アプリアイコンにはお好みのアイコンを登録し、アプリの目的には自分自身または自分のビジネスを選択し、変更を保存ボタンを押します。続いて左メニューのプロダクトから Facebook ログインの設定ボタンをクリックします。次にクライアントオース設定ページになりますが、このページでは有効なオースリダイレクト URI を入力し、変更を保存ボタンをクリックします。左メニューの設定ベーシックページに移動します。アプリシークレットの表示ボタンをクリックするとコードを確認することができますが、このアプリ ID とアプリシークレット2つのコードをコピーしておいてください。最後にカフェ24管理画面から Facebook ログイン連携の設定を行いましょう。カフェ24管理画面からチャンネル管理、SNS 連携設定、ソーシャルログインをクリックします。Facebook ログインに使用するを選択し、 Facebook for Developers サイトの設定ページでコピーしておいたアプリ ID とアプリシークレットをアプリ ID とアプリシークレットにそれぞれ貼り付けて保存します。これで Facebook ログイン連携の設定は完了しました。それでは実際の EC サイトで Facebook ログインを行ってみましょう。ショップのメニューアイコンからログイン、Facebook ログインをクリックします。Facebook ログインの画面が表示されるようになり、ログイン連携が完了していることがわかります。以上、カフェ24上での Facebook ログイン連携の設定方法をご説明いたしました。各種ログイン連携の説明動画の配信は今回で最後となりますが、動画をご参考いただき、利便性を高めたサービスの提供にお役立ていただければ幸いです。